嬉しい、恥ずかしい、美しい。どうも、レインボー池田です。メキモア商品紹介。朝なので、声が出てません。昨日は原宿でポップアップストアを行わせていただきました。本当にたくさんの方々に来ていただき、本当にありがとうございました。また商品を発表してない段階から行くよって言ってくださったり、本当に嬉しかったのですが、ポップアップストアではたくさん商品をご紹介させてもらったんですけども、19日から EC サイトにて発売されるんですが、池田の口からちょっと商品の説明をさせてもらえてないなっていうことで、いや、昨日ちょっとね、9時間半、11時から21時、で、相手30分休憩あったんですけど、9時間半ちょっと喋りっぱ立ちっぱやったので、ちょっと声は飛んでますが、まあまあまあ、それもありがたい飛びということで、どんな感じなのか、商品の方ご紹介したいと思います。ここからは、ちょっと美容部員スイッチ。いらっしゃいませ。メキモアへ、ようこそ。本日ご紹介させていただくのは、まずはこちらですね。はい。メキモアバッグチュルーンでございます。見てください、このシルバーの光沢、まるで自分の顔が映っちゃうんじゃないか。はい、7枚入りでして、こだわりポイント1、実はイルミちゃんがいる。こだわりポイント2、こういう感じのパックも考えたんですが、こういう一枚一枚のシートになってる方が使いやすいし、僕自身こういうパックの方が好きで、あとお風呂につけやすかったりとか、お風呂っていうか湯船につけて、そのままあってあったかいパックにしたりするのが僕冬場大好きやったりとか、結構こっちを使うこと、あとお持ち運び、外に持ち運んだりとか、ライブとか、あと泊まりの仕事とかにパック持ち歩くとき、こっちのパックが好きなんで、このサイズにしました。そしてなんと言っても、ちょっと、いいですか？これ、ちょっとまあ、夜使うのもおすすめなんですけど、朝もすごいし、こだわりポイント3。ここでは、特に、水落ちないんですよ。水滴ね。はい。今やっと一滴。ぐらい。なんですよ。で、開けるじゃないですか。すごいね。この、水分量をとんでもなくしてまして、もう限界まで入れました。で、こうつけるやんか。で、そんだけ限界まで入れたひたひたのパックって結構薄かったりしたら開けにくかったりするんですけど、すごい開きやすいの。で、密着度すごいっしょ。で、密着度わかるかな、これ。なんか、美顔ローラーをね、俺結構お風呂でチュルーンしがちなんですけど、ここにローラー通しても、ここわかるかな？ここにローラー通しても全然よれへん、パックが。わかる？密着度すごいんですよ。こうしてもよれへん。こう。くらいペチャってくっつきます。シートもしっかりとした、ちょうどいい厚さを保ててます。そしてもうこの時点で、ここに塗るぐらいいける。そして、何がすごいって、これさ、ペットボトルのキャップあるやん。いくよ。もういや、演出な。すごくない？もう、この、キャップ一杯分ぐらいの美容液が残ります。だから、ここを追いしてもいいし、僕は、まあもうこうして、こうして、ここ行きます。結構。で、お風呂チュルンするときはもう、全身にほんと、その、お風呂で、最後、バーってさ、お風呂上がって、シャワー一回して、そっから、バーってかける、くらいいいです。これさ、量えぐい。演出上、ポタポタ落ちる。演出上の都合です。もうほんまなんか贅沢に使ってほしいなと思って、こんだけたくさん入れてみました。これサイトの使用方法を見たときに、ちょっと面白く楽しく使用方法を書いてますので、ぜひ楽しく見ていただければと思います。保湿ケアなケア、肌荒れの悩みがっていう感じです。まあ、8分から15分、レインボーコントチャンネルの動画を一本見終わるぐらいの感じで見ていただければありがとう思います。思います。宮です。探すよー。
チュルン。ここのチュルンでチュルンはつけました。全身チュルンチュルンにしてください。さあ、そしてメイク前とかもチュルンおすすめですので、やっていただいた後は、そしてこちら、じゃじゃん。日中美容液メキモアシャバーンクリアですね。こちらはちょっと池田のやりたかったことが、日中美容液、日焼け止めと美容液、そして保湿が一緒にされる。紫外線って冬でも飛んでるじゃないですか。まあこの時期に出したのはそういうことなんですけど、冬にこうね、ちなみにここにメッセージ書いてますので楽しみにしてください。はい、じゃーん、かわいいやろ、このグラデーション。ここだけの話、ベージュコリアニーやん。いろんな色が並んだらレインボーになるよっていうのをいつかやりたいなと思って色味変えてってます。さあ、日焼け止めと、美容液一緒になってるんですけど、なんか日焼け止めってちょっと突っ張ることとか多かったりするイメージあるんですけど、これまずさ、ここが本当に時間かかったの。見てください、この伸び具合すごいの。まず日焼け止めとして SPF50 プラス PA プラス4ないと意味ないなと思って、日焼け止めとしてまず、でそうするとほんまちょっと難しい話、すごく硬くなるんです。もうなんていうの、伸びひんかったりで、そこを下げたら柔らかくできるんですけど、柔らかくしてもしゃあないじゃないですか。で韓国の工場行って、どういろいろ言ってたら、こんなんどうですか、こんなんどうですか、たくさんいただきまして、やっと叶うことができました。そして、おすすめポイントに、ファッと香るいい匂いですね。なんて言うんでしょう、フルーティーでフラワーティーで、ファッと香った時にホワイティー、うん、ホワイティーフルーティーフラワーティーですね。うん、ファッと香るいい匂いっていうのがまずおすすめポイントですね。そして記者会見で君島十和子さんとゆてさんとむつきちゃんに来てもらったんですけど、みんな共通してこの上からメイクもノリが良くなるっていうのを言ってくれたんですよ。すごい嬉しかったです。だから普通のメイク前にこれ塗って日焼け止めとしてね、美容成分もたくさん入ってて保湿もされるんで、さらにその上からメイクができるという、本当に一石何鳥もの優れものでございます。そして成分もこれ成分好きな人喜んでください。ナイアシアミドとパンテノールとヒアルロン酸入ってるんですよ。お買い得だと思うんです。 40g で2420円。はい、でやらせてもらいます。だいぶ抑えて手に取りやすい価格、なんかおかわりができる価格じゃないと意味がないなって。年がら年中使ってほしいんですよ。おかわりできひん価格って日焼け止めでなんなんって思うことが多くて、もう抑えて抑えて本当に抑えていただいてこちらになりました。自分でもびっくりします。そして韓国の工場行ったんですけど、このチューブも先端が細く、なんかなんていうの、この出しやすさがいいなと思ってこれにしました、うん、で推奨サイズは枝豆サイズ。よくさ、パール一つ分って言うじゃないですか。パールって一回なるんですよ、枝豆一つ部分。はい、これは池田のユーモの部分ですね、をこう5点ぐらいにつけて、はい、まあ顔のサイズは人それぞれなんで全然自由につけちゃってください。んで完了、ムラなくね。はい、てな感じ。この絵からメイクするのも超おすすめです。ふぅ、そしてそれのこっち、シャバンベージュなんですけど、これはもともと色ついてんですよ。わかりますか、これじゃーん。なんで肌がワントーン明るくなります。もうほんと成分も一緒なんですけど、例えばファンデーションまだ決まってないよとか、ちょっとだけ今日肌色明るくさせたいな、まあこの上からファンデしてもいいんですけど、ちょっと明るくさせたいなって時はぜひ、まあ枝豆サイズ出していただいて、まあ、5点ぐらいに塗っていく感じで、ちょっと広く、まあ俺はねちょっと多めに使ったりするんですけど、本当に BB クリーム代わりと言いますか、で明るくなるよっていう、なんかおすすめで言うと
わ、やべ、さっき見せててよかった。ここの毛穴ですね。鼻の毛穴のカバーとか。うん。すごくおすすめ。ちょっと撮るわ。ほい。鼻の毛穴。最近毛玉はこれにコンシーラーだけとかのイメージかも、ファンデーション代わりに使ってます。はい、以上毛玉の商品紹介でございました。こちらが 40g2420 円、そしてパックが、7枚入りで1980円にて、ご購入いただきます。そして2つセット、二つ、シャバンクリアとチュルンの二点セットは、3960円にて、セットで価格で販売しています。そして、なんと、期間限定先着様、本当に数限りあるんで、ちょっとなんですけど、実は、この、ノベルティパック、ノベルティ、実は作りまして、ノベルティパックです。ぜひ。で、池田の大好きな小豆チャージにしてます。この、ウォーグとイルミとアルファが、こうね、ティーパックのように、こう、ティーパックで、型を落として、これでお茶を飲むことができます。これの味も結構選びましたよ。何茶にするのかと、どういう小豆茶にするのかと。はい。ぜひこれもついてきますね。本当に先着順なので、お早めに。このセットを買うか、4000円以上お買い求めなんで、これとこれでも大丈夫やし、パック3つでも大丈夫です。まあ、以上ね、すごく商品説明になってしまいましたが、本当に時間かけて、頑張って、作った、我が子なんで。で、一回使っていただけると、良さ、すごくわかるかなと思います。本当に頑張って作ったんで、皆さんの手元に届いて、皆さんの感想を聞くのも僕も楽しみにしています。ハッシュタグメキモアで感想の方もどしどしつぶやいていただければなと思います。ぜひ皆さんもたくさん見ていただければな。それではまた。バイバイ。バイバイ、下手くそ。もうほぼ、景観だ。